れつけ、日露戦争において難攻不落と謳われた旅順要塞を攻略した明治時代の代表的な軍人である。しかし多数の将兵を戦死させた自責の念から、この乃木の願い、発覚してその罪をお詫びしたいと明治天皇に直接上奏。しかしならんぞ乃木、どうしても死ぬというのであれば陳が世を去った後にせよ、特技を刺された。1912年7月30日明治天皇が崩御。それは乃木にとって唯一この世に繋ぎ留めていた人の死であった。明治天皇のご遺体を乗せた車が球場を出発すると乃木は自宅において軍刀で腹を十字に込み、喉を深くついて説明した。作法に沿った見事な切腹であった。妻の静子も乃木とほぼ同時に会見で心臓を貫いた。これまで幽霊坂と呼ばれていた坂を乃木マレスケが住んでいたことにちなんで乃木坂と改名。その後日本各地に乃木を祀った乃木神社が建立された。幕末から日清、日露戦争と明治の世越しの気概を失わずに戦い抜いた乃木マレスケ、その最後は明治天皇に殉死する形で苦難の人生を終えたのであった。